10の知識より1の経験。悩んだり泣いたりするかも進め、君らしく心躍る方。いつもありがとうございます。ようこそアトリエ夢。プレゼンター身長は高いですが、交渉は低いラファエルこと竹内ラファエル清です。もやもや悩むことワンワンなことはしっかり真剣に自分の人生と向き合っている何よりの証拠です。ぜひ悩んで泣いて笑って喜んで自分らしく心躍る道を歩んでください。自分らしい夢を持ってください。夢といえばなんですが、自分以前タートルトークの動画でこんなことを言ってるんですよ。海底点ボイスのキャボがマックス238名、クラッシュと話せる時間が1回あたり15分で、指名してもらえる人が4人程度、しかもそのうち1人は幼いお子さんが選ばれるので、シンプルに考えて選ばれる確率は238分の3、パーセンテージで表すとクラッシュに指名してもらえる可能性、指名率は 1.26%、 低い、低すぎる。どうしてもクラッシュの夢は何ですかって聞きたいんですよ。どんな答えが返ってくるか。もう懐かしいですね。いつもタートルトークで入って手を挙げるんですが、指名されたことがなくって悔しい思いをしてるんですよ。その中、人一倍優しいリスナーさんがコロナ禍開演後 SS コロンビア号のタートルトークで自分になり代わり、クラッシュに聞いてきてくれました。夢は何ですかと。クラッシュの回答はこうだったそうです。夢か、夢か、考えたこともなかったな。でも大好きな家族と美味しい海藻をたくさん食べて、好きなことをして、毎日夢を生きているようなもんだ。こんな環境に入れて幸せだな。だったそうです。家族と一緒にいる幸せ、素晴らしいですね。自分は夢プレゼンターとして夢を追いかける幸せをみんなにプレゼンしてるんですが、幸せの形は人それぞれ。家族と一緒にいる時間に幸せを感じるのも素敵です。そしてクラッシュに夢を尋ねたフォロワーさんは、この後クラッシュから夢を尋ねられたので、ご自身の夢を声高々に宣言してきたそうです。君の決心が本当に固いものなら、もうすでに希望の半分は実現している。夢を実現させるのだという強い決意こそが何にも増して重要であることを決して忘れてはいけない。第16代アメリカ大統領はエイブラハム・リンカーン。夢を抱くことは誰にでもできるんですが、人前で夢をバシッと宣言するのは誰にでもできることじゃありません。大半の人が恥ずかしいという羞恥心を言い訳に、胸の内に秘めて死んでいきます。しかしディズニーシーのアトラクションという公共の場で声高々にして、己の夢を堂々と宣言した。もう夢は半分叶ったも同然ですね。生半可な道のりではありませんが、必ず叶います。もうスタートダッシュ、よーいどんのピストルは鳴らされて走り出してる。ついにタートルトークは亀とコミュニケーションを取るアトラクションではなくなりました。クラッシュとゲストの前で己の夢をプレゼンする場になりました。勇気を出して夢を言葉にしたドリーマーに拍手です。アカウント名 C さん、そしてクラッシュにゲストの皆さん、お前たち最高だぜ。前菜が長くなりましたが、そろそろメインディッシュへ進みましょう。話を C からランドに移して、今日は前回に引き続きトゥーンタウンです。トゥーンタウンで忘れちゃいけないのがミッキーの家とミートミッキー。ここなくしてミッキー語れず。ミッキーの家へようこそ。内容を改造したメールバーンではミッキーの新映画の予告編を上映中。フォトグラファーによる入場写真の撮影サービスも実施中。みんな遊びに来てね。ミッキーファンにはたまらないフォトスポットだと思います。なんせ原点にして頂点に君臨し続ける我らがクラブのミッキーマウス。今日はミッキーの家をより一層楽しむためのプレゼンをさせていただきます。それではトゥーンタウンをさらなる高みへ Go to next。ようこそ我が家へ。ミッキーに確実に会える場所、ミッキーの家とミートミッキー。大人気キャラクターグリーティングだけあって、待ち時間が1時間以下になることはほとんどありません。アイナイチューブさんがミッキーの誕生日に訪れていた時には660分待ちでしたね。驚異の11時間待ち、恐ろしい人気。さすがスーパースターのバースデー。せっかくなんでミッキーのクイズでも出しましょうか。ディオタに挑む。まあディオタさんからすればレベル1星1つの超超超絶楽勝余裕のチンチクリン問題だと思います。問題。ウォルト・ディズニーが生み出したミッキーマウスのバースデーは、ミッキーがスクリーンデビューを果たしたこちらの作品の公開日が正式な誕生日とされています。ではこちらの映画の作品名、
そしてミッキーの誕生日、生年月日をお答えください。さあミッキーの誕生日、このミッキーが口笛を鳴らしながら船を操縦するシーンはあまりにも有名な話ですよね。始まりの瞬間です。一体何の映画ですか？正解は作品名蒸気船ウィリー。生年月日が1928年11月18日です。お答えできましたでしょうか？1928年11月18日にスクリーンデビューを果たした我らがクラブのリーダー、ミッキーの家のミートミッキーなんですが、ここは映画の撮影の休憩時間にミッキーに会えるという物語です。ミッキーは数多くの作品に出演し、その合間合間に時間を作って自分たちゲストに会ってくれているので、会うたびに違う格好をしています。蒸気船ウィリーの時もあればファンタジアの時もあり、これはミッキーの夢物語で奥が大演奏会の全部で4パターン。どのミッキーに会えるかは出会ってからのお楽しみのワクワクです。ミッキーに会えるまでの Q ライン、ここではあえてムービー版撮影所と表現させていただきます。 DOTRR 専門用語使いがち。そして忘れちゃいけないのが隠れミッキー。もちろんここにも隠れミッキーはひっそり存在しています。例えばムービーバーの途中にあるパイプオルガン、このパイプオルガンの上にスタンドタイプの楽譜がちょこんと置かれているんですが、この楽譜の一つの記号が隠れミッキーになっています。何かと楽器関係に隠れキャラが多くいるんですが、パイプオルガンの他にも自動演奏のオルガンがあります。このオルガンの真ん中の楽譜は絶えずぐる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 回っているんですが、この楽譜の音符がミッキーシェイプになっています。なっているんですが、そのうちに一つだけさりげなくグーフィーのシルエット、隠れグーフィーも健在。こちらもじっくり見ないとわからないので、ぜひ探してみてください。そういえばミッキーの家の前に止まっている車のタイヤ痕、タイヤの跡が確か隠れミッキーだったと思います。こちらも要チェック。隠れミッキー以外にもまだまだ面白いプロップスがゴロゴロあって、こちらの鍵、赤青黄緑の大きな鍵がガラス棚に飾られているんですが、これはカリフォルニア、フロリダ、パリと別の国のディズニーテーマパークの鍵。忙しく世界を回っているミッキーがそれぞれのパークに入るときに使うものです。今日はフロリダに行かなくちゃとか、そんな感じですかね。そして鍵の近くの棚の上にボトルシップが飾られています。このガラスケースに入ったボトルシップは、先にプレゼンしたミッキーがスクリーンデビューをした作品蒸気船ウィリーに登場した船ですね。もうミッキーファンからすればよだれがダラダラ出そうなぐらいの貴重なプロップスばっかり。ここでディオタに挑む。ミッキーマウスの生みの親ウォルト・ディズニーでは、パークにあるウォルトとミッキーが手をつないでいるこの像の名前は何でしょう？これは簡単なんで1秒でお答えください。正解はパートナーズ像ですね。パートナーズ像、ウォルトあってのミッキーマウス、ミッキーが言うのウォルトなんですが、このパートナーズ像のようにミートミッキーでも2人の貴重な写真がいくつかあります。2人が並んだ写真はパークでも数少ない希少性があるので、こちらもぜひ探してみてください。ミッキー作品のムービーバーンだけあって置いてあるプロップスがまあ多いこと多いこと。印象的だったのがニワトリです。途中ニワトリ小屋に4匹のニワトリがコケコッコといるんですが、このニワトリたちにも秘密があって、パーク内のレストランで提供されるミッキーシェイプのゆで卵があるじゃないですか。この卵を産んでるのが4匹のニワトリだそうです。面白いよね。あのゆで卵未だにどうやって作ってるか謎なんですが、それは他でもないミッキーが魔法をかけたからですね。ファンタスティック。さらに進んでいくと、ミッキーに会える部屋の直前に大きなスクリーンがあって、そのスクリーンに映画のワンシーンを見ることができます。そのワンシーンのうちの一つに映画ファンタジアがあって、ここでディオタに挑む。ディズニー映画ファンタジア、このファンタジアに登場する長いヒゲと気難しい表情が特徴のミッキーの師匠である魔法使い、この魔法使いの名前をお答えください。名作ファンタジア、ミッキーの師匠。確かキングダムハーツのゲームにも出てきましたよね。キングダムハーツやったことないんですけど、あれって面白いですか？正解はイエンシッド。イエンシッドさんはですね、さあ若き勇者たちよ、これくらいしか手助けはできんが進みなさい。なんでここでイエンシッドを出したかというと、もちろんミートミッキーのスクリーンでも出会えるからっていう理由もあるんですが、注目していただきたいのが彼の名前です。イエンシッド、英語表記すると YENSID。 さあこれをひっくり返して読んでみましょう。 DIS
NEI ディズニーになるよね。イエンシッドはディズニーを逆さから綴った名前です。非常に不思議な人物で、映画ファンタジアでは一切喋らず、キングダムハーツでは光と闇の均衡を見守り続ける偉大な魔法使いとして登場するんですが、不思議なベールに包まれていて、ファンやマニアの間では黒幕説も囁かれています。興味深いですね。そっか、ディズニーキングダムハーツもあったね。映画にパークにゲームって、もうマジでディズニーって広い宇宙。終わりなき戦いやなこれ。まるでウォルト・ディズニーからみんなへの挑戦状ですね。ウォルトさん、あなたは後世にとんでもない課題を残しました。おかげで退屈しない日々で充実しております。恐れながら時代の流れもあり、一言だけ付け加えさせてください。考えなさい。調査し、探求し、問いかけ、熟考し、行動してください。夢は行動から始まります。知って行わざるは知らざるに同じ。知識は行動に移して初めて経験という価値になります。10の知識より1の経験、経験あっての夢だからね。 OK、 素敵な夢を。